ありがとうございます。そうですね、もう春ですね。今日は3月ですね。早すぎない？びっくりなんだけど。今日から3月です。どうしますか？ああ終わっちゃった2月。早いわ。2月です、3月ですってよ。今日卒業式の方とかもいるんですかね。つけ麺、もうメイクとかが終わってる。そう、ちゃんと今日は始まる前にメイクしたよ。でもなんかむくんでんだよね今日。なんか最近ずっとむくんでる。塩分の取りすぎかな。まあいいんですもん。まあね、いいんですよ。もうむくんだってなんだってね。こんにちは。もうそんな時期だね。そう、ドボンの方ね、ちょっとめちゃめちゃっていうか、正直な話をするとめちゃ迷ってたんですよね。めちゃ迷ってたのは間違いないんですけど、ちゃんと前の日に前の日に立候補しようと思ってたんですよ。ツイートしようと思ってたんです。でそれを下書きに入れたまま私は寝てしまいまして、起きたらすごいギリギリだったので、結果ちょっとそんなギリギリになっちゃったんですけど、ちょっと申し訳ない。みんなギリギリでね、推しメンガチャとかも引けなかったかもしれないし、ちょっといろいろ申し訳ないんですけど、なんかまあ正直グラビアとか、グラビアというかまあもちろん出てみたいんですけど、私こういったイベントやったことなかったので、まあ、皆さんと一緒に楽しい思い出ができたらいいなっていう、一緒に頑張るっていうことを一度くらいやってみたいなと思って、今回そう立候補させていただきました。だからまあそんなにもちろん一緒に頑張りたいんだけど、なんかそんなにもうやらなきゃって言ってしんどくなっちゃうのは楽しくなくなっちゃうと思うんで、ぜひまあ楽しむ、私と競争っていう気持ちで一緒にやってほしいなって思うのっていう私の気持ち。実際にそういうなんかグラビアとかいうのもやってみたいとは思うけど、なんかまあそれがしんどくなっちゃうなら別にいいかなって思うので、楽しみたいかなと思って、楽しめる方がいいかなと思って、そう、みんなで楽しみましょうという気持ちです。私はまあ、はいという感じで、ドボンやりますか。チュチュルチュ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 、絆が深まるそうかなと思って、まあ一緒にやりたいなと思いました。今更聞けないんだけど、5枚セットして普通に参加すればいい。普通に参加すればいいと思います。勝負に勝たなきゃいけない。まあ勝った方がもちろんもらえるポイントは大きいんだけど、まあ負けてもそこそこもらえるので、そんなに勝たなければみたいな感じで。髪伸びたな、すごい今。あでもそんな伸びてないな、あれ私が一瞬すごい伸びたと思ったの気のせい。こんにちは。ボンボンボンやりますか。どれだな。じゃあ次じゃない、じゃあ最初は18分にしましょう。
18分から開始します。ぴったりでいいと思ってます。外出先なので少し見ない。ありがとう。頑張るぞ。頑張ろう。ああそう、聞いてほしいの。なんかね、この前すんごい一日眠い日があって、一生眠い日があって、すごいぼーっとした状態で買い物に行ったのね。眠やばい、この歩いたまま寝るかもみたいな状態でなぜか買い物に行ったんだけど、そのぼーっとしすぎたさ状態のせいでさ436円のもの、じゃあ346円のものを、私なぜか364円のものを間違えて、私は464円出しちゃって、そうもうさ100円いらないのよ、100円玉どう考えても間違えて。でも突っ込まれるかなと思ったら、店員さんがすごい冷静にレジから100円出してお釣りですって渡されて、なんかすごい恥ずかしくなっちゃった。そう、すごいやばいなと思いました。400なんぼのものを300なんぼのものを400なんぼ出して、100円をそのままきれいにお釣りをもらうっていう。なんか普通そういうことした時、店員さんってさ結構さ、あ違いますって言ってさ100円そのまま返してくれたりするじゃん。でもその店員さんさ、全然さ、私がそんなことをしたなど意にも介さずさ、レジからお釣り100円ですって渡されて、びっくりしちゃったっていう話。やばい、ちょっとずれたかもしれない私。やばい、せっかくちょっと自分の中で面白いことがあったのに話すのが下手すぎて、くさ。あるよね。私この前もミスってさ、1680何円のものを買うときに、1600何本のものを買うときに、なんかミスったんだよね。あ、そう、1600何本のものを買うときに1080円出しちゃって、あ足りないですって言われた気がする。なんかすごい恥ずかしくなりました。じゃあ次21分にします。コラボ、誰だよあ、そう、なんかさ、アイリーがさ昨日で卒業だったんだね。なんか実感なさすぎて、っていうかアイリーの活動期間っていつまでみたいな感じがあるので、そう、アイリーの卒業、もう卒業したんだみたいな、だからびっくりしちゃって、そう、まあそう、なんかだからコラボ配信しようねってアイリーと言ってたんだけど、なんかタイミング逃しちゃってもうできないのかな舞台もあるし、そうなんかみたいな。私昨日みんなのなんかアイリー卒業おめでとうっていうツイートが流れてきて、ツイッターで、あれアイリーって今日卒業なんだと思ってびっくりしちゃった2月いっぱいっていう感じだったんですね。私ちょっと知らなかった。隣県ではあるけど、高知って遠いんだよね、徳島から意外と。だからびっくりしちゃったんだけど、どうしよう。おめでとう、アイリー卒業。なんか全然さ、エモさというかさ、なんかいい感じのツイートができる自信がなくて、だってなんかまだ、だって舞台とかで会えるし、みたいな気持ちがあるんだもん。お話し会もまだあるの？いや全然卒業じゃないじゃんアンロケでカンパチ美味しそう、美味しかった。
なんか私奪い取って食べた。お、当たったんじゃない？幻さんと当たった。横ちゃんのカードの人色白い。横ちゃん卒業公演の日程も探ってる。そうね、結構本当になんかまだ卒業した感が。まあでもおめでとうだね。寂しいね。これから一緒に活動できなくなると思うとって言いたいんだけどさ、なんか絶妙なんだよね。まだ会えるんじゃねみたいな、希望あんじゃねみたいなとこあるよね。直樹さんありがとうございます。さてやこラブラブラブ。お、終わるのか、終わるのか。終わった。なぜか卒業したか1ミリも感じて、え、私もマジで感じてない。今日の予定、今日の予定は特にないかな。じゃあ次は24分、25分にします。25分にしますね。こっちの目が本当に腫れてるんだけど。ムリンゴムリンゴ、あの、おった。25分です。じゃあ最近自撮りしてなさすぎて、あの写真のレパートリーないから自撮りしよう。メールに載せるもの。先生ありがとうございました。ハルトラさんとボレシさんありがとう。よし、こっちの目のむくみが嫌なんですけど。そうね、まあ愛理ちゃんは卒業式がまだ残ってる状態で卒業、仮卒、仮卒なんですかね。仮卒でもないのか。まあ仮卒ということで。25分って言ったよね。25分、あと1分ぐらい。仮面そんな感じじゃない。卒業公演しないと。やっぱり昨日のトーク本当に面白かったから寂しいし、新たなトークスター出現してほしい。うんね、誰か。まあでも愛理はね、卒業してもねまだ芸能活動は続けるタイプの女なので、みんなも寂しくないんじゃないでしょうか。なんか絶対また会えるって感じがするもんね。こんにちは。寂しい、当たった涙。いやでもほら、もうこれで芸能界引退しちゃいますっていう子よりはさ、寂しさもちょっとは紛れるんじゃないかなみたいなとこない？ないか。その辺はいいし、そんな言われたらあかりん、あー、あかりん寂しいね。あかりんは寂しい。いやでも僕のおしめ卒業した後も芸能活動してくれるような感じ。いやーこれファンの人にとっては大きいよね意外と。
じゃあ次は27分30秒にしてみます。27分30秒にします。あ、対戦ありがとうございました。愛知のいちごさんありがとうございます。ウェンディー様ありがとうございます。寂しいね。27分30秒でどこ、うーん、だって私もおしめんだったモーニング娘さんのさやしさんが卒業して芸能活動しばらくしないって聞いた時はちょっと絶望感じたものね。もう会えないのか、会えないというかもう見えないのかっていう悲しさ。でもさ、これさ結構さあれだと思うんだけどさね、ちょっと待ってね。よし、結構さアイドルでパフォーマンスしてくれるところが重要だったみたいな点ない？これちょっとあれかな、ダメかな。なんかアイドルでいてくれたことが重要だったみたいなとこを私意外と感じるんですよ。わかる？なんかアイドルでパフォーマンスをしてる君が好きだったみたいなとこあるよね。もちろんさ次のさ夢も応援したいしさ頑張ってほしいと思うけどさ、でもやっぱりアイドルしてる君が好きだったなみたいな点あるよね。私も結構あるんでわかるんですよ、ファンの皆さんの気持ち。芸能界残ってくれるのは嬉しいけど、わかるよ、わかるよ。なんか女優業ってなってくるとさ応援の仕方もさ変わってくるじゃん。そうそう、そうなってくるとさもちろんその女優とかで活躍してくれる姿も嬉しいんだけどみたいな。そう、でも本人は応援したいのよ。わかる、超わかる、わかる。頑張ってほしい、好きだったからすごい頑張ってほしいし応援したいんだけど、あ、アイドルの時の方が応援してる側は楽しかったなみたいなとこあるよね。じゃあ次は31分にします。はい、その声の入り口がアイドルってする、わかるわ。なんか結局さ自分はアイドルが好きなんだなみたいなとこあるよね。もちろんその子自身も好きなんだけどアイドルが好きなんだなみたいなの思う。最終的にその道で進むのを応援したいがまだこっちでみたいな。わかる、わかる。会える機会減っちゃう。あー確かに女優さんとかだと会える機会減っちゃうのか。なるほどね。うん、31分0秒です。会える機会ね。私はあんまり会いに行きたい系のさアイドルオタじゃなかったから、逆に他のアイドルしてた人は卒業してから気になったりする。あ、卒業してから好きになっちゃうパターンもあるよね。推しメンの卒業過去に2回あるけどめっちゃ泣いた。泣くよね。53、遠くから眺めていたいは、わかるよ。私はもう映像だけで十分系オタなんだよね。
今ゆきちゃんと対戦できなかったけどゆうなちゃんと おめでとう。おめ、遠くから眺めてるだけで割と幸せ感じれるよね。ピエン、しかも出せないし。アイドルを目の前で見ちゃうと抜けられなくなるからね。私会う方が緊張しちゃうからな、疲れちゃう。ねえ、私以外みんなあと1枚なんだけど、絶望じゃんこれ。もう終わりじゃん。あ、あなたさん、ハートやかありがとうございます。こんにちは、イエイ。アイドルさんも投票で、いやそんなことはないよ、そんなことはないよ。じゃあ次34分にします。34分、覚えて。私も覚える。34分、忘れそう。最近は在宅オタになってるから、そうそう、在宅オタ卒業して、あれ、まあ早く、でも緊急事態宣言もね、6府県では解除されるので、まあ東京も、あ、ずっとヘアアイロンつけっぱだった。東京もそろそろ解除されるといいですね。でもぶり返しが怖いよね、ワクチン待ち。まあ確かに。でもとりあえず緊急事態宣言が解除されないことにはコンサートとか劇場も再開できないと思うので、そういう点では早くしてほしいなって。ぼや騒ぎ配信、いやワンちゃん今危なかった、えい、なんかバグったんだけど。君はメロディーメロディーピエン。なんで私メロディーを歌ってたかというと、今戦ってる人にメロディーという名前の人がいたから。すいません、は、終われないか。バイ。ドボン当たらんの。セリフスタンプは使ってないかも。209。あ、私が4位に浮上してきました。じゃあ次は37分にします。もう最近さ、食欲がえぐくてさ、一生何か食べたいんだよね。もうどうしよう、太る。あ、どうしたらいい、止められない食欲、恐怖なんだけど。
昔は推し始めるとすごいそのメンバー卒業発表して泣いた。いや私はね現実が受け止めきれ受け止められない系オタでね、卒業公演とか卒業までの道のりとかの映像とかマジで見れなかった。もうその方が卒業するという技術じゃない、現実が受け止められなくて。そう、この辺でバイバイ、ありがとう。こんなにあっさりと見送ってよかったのかな。まあいっか、劇場のちょっと待ったわ今日。いやわかるわ、でもちょっと待ったって言おうとしてる感じも嫌だよね。もうね聞きたくないよねこちらとしましては。同じや、え本当、もうさその子が卒業するという事実を脳が受け止められない、もう見えない。卒業のなんか涙涙みたいなのももちろんいいんだけど、その場で見るともうしんどすぎて無理。私はさやしさんの時そうでした。だからお母さんとかにさ、あんたの好きな子を卒業したねとか言われそうになる瞬間に黙ってまだって言ってごまかしてたから。いや本当に嘘って言ってって感じ。おお、それ言われそうになった気でする。いやもう本当にもうこっちとしてはもう痛いほど分かってるからしみたいな。じゃあ次は40分にします、ぴったり。聞きたくない聞きたくない聞きたくないって感じになるよね。アイリーが卒業のツイートをしてるのを私は今見ました。いやーやめないでピエン。ちょでも本当にさ実感がゼロすぎてどうしたらいいの。もう私は実感がついてきてないマジで。ずっと耳塞いでたら、あー耳塞いで、あーって卒業発表聞こえなくなる。そうするわ。いやー本当になんか今前みたいにマジで会ってないから本当に実感が湧かない。どうしたらいい？なんか悲しいような助かったようなみたいな。55、56、57、58、59、よし、どうだ、画角が悪い、もしかしてこうすればいける。あ、肩が、花粉かもしれない、花粉が襲ってきてる私のこと。今までのメンバーの話だと仕事行っていない時に初めて実感したと言ってた子が、絶対私もそれでね実感すると思う。アイリーがいないことでなんかね暴れてるね外で。
音やば。じゃあ次は43分にします。43分。43分。プン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 。なんかさ、私さ、こうまだちょっと新しく勉強しようと思ったことがあってさ、昨日その教科書とか買いに行ったんだけどさ、なんかまあまずは形から入ろうかなと思って、わざわざちゃんとルーズリーフのこういうやつ買ってきた。形から入る系女。でも私昨日買ってないものがあったなと思って、昨日やろうかなと思って勉強しようかなと思って蛍光ペンをね忘れたのね。だから蛍光ペンだけ買いに行かなければと思って。そう、形から入る系女。ちょっといい感じのねペンもねこの前ゲットして、そう、まあ、何事も形からだよねと思って。学生さんに、学生さんなのよ私。あ、43分待ちちょっとだ。そうだから今日は蛍光ペン買いに行くんだと思ってウキウキしてる。勉強って始める前のさ感じが一番楽しいよね。あ、ちょっと新しい勉強始めるの楽しみだなみたいな純粋なワクワク感って一瞬で消え去るよね。どうだ、何事も始める前が一番楽しみみたいな点があるよね。なんかみんなとあんま当たってないのかなこれ今日。うるさいなもう。トゥルトゥトゥトゥ。いいですね、いいですね。いやー、よくない。みんな花粉症大丈夫？私はダメかもしれない。もういろいろうるさいな。すごいうるさい。あるんだけど、ゆき。じゅん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 。よっしゃー、あげり。くしゃみだけは鬼のように押し寄せてくる。わかる。春だけど、春だけどじゃない、読んじゃった。花粉症ダメです、ダメだよね。詳しくは言わんけど、呼吸するたび鼻の中でピロピロあるよね、たまに。なんかはぐれてしまったみたいな感じのやついるよね、たまに。次46分にします。46分。今作詞作曲した私の歌、タイトル46分。目がつらい。あ、そう、目派の人とさ鼻派の人とさ、目と鼻両方来る人いるよね。私は今のとこ目だけです。目だけじゃない、鼻だけです。しれっと嘘ついて鼻だけ。なんかちょっと具合が悪げ。いやですね、これさっきからさみんなと当たってる？私当たってない説ない？大丈夫これ？え、なんか呼ぶほどメール来てんだけど。43、44、45。耳の奥も痒くない？それは初めて聞いた。どうだ、なんかダメだね。
ハートなくて押せてない説。あーなるほどね。みんなもしかしてもうハートない？やめる？もう雑談配信にしても良きかな。私は良きかな。まあ今平日お昼だしね。ゆきよしさんめっちゃ当たる。マジ？私だけ当たってないのってもしかして。秒までして、あーぴったりじゃ良くないってこと？わアバウトにスタートしてないと思う。で私ね今ね、あの携帯1個で時計見てってやってるから、ちょっとね全くぴったりにはできてないかもしれない。携帯端末2個あってとかならいけるんだけど、今1個しかないから、携帯のこっちのアプリを開いて変えてアプリを変えてやってるから、なんか多少の誤差があるかもしれない。何12秒とかにする？ OK。 じゃあ49分12秒にしよう。49分12秒にします。なんか電波時計は持ってない。無限時計っていうアプリで見てます。今会社でドボン開いて音消してなかった時の目線。ウケる。この前私があれだね、ツイストやった時みたいだね。みんなにバレてないと思って配信の途中に。12秒じゃ、49分12秒で、49分12秒。いやあの時真顔で音消した。いやマジあんなに音出ると思わなかった。めっちゃびっくりした。ミスったわ。どうだ。おお当たった。やっぱぴったりよりは12秒とかの方がいいんだね。でも幻さんめちゃめちゃ当たるね。前から最近めちゃめちゃ当たる気がする。ふみさんも割と当たる。なんかあれなのかな、最近のなんかうちらの時間帯は一緒なのかな、もしかして。ゆきちゃん来た、イエーイ。会議中にドボン開い、間違えて開いた。いやーわかるわ。音出た時のあの焦りをね。まあいいんだ。ぼちぼちパラダイスいけそう。そうだよね。あれふみさん初めてだっけ。あれ誰だ、当たったことないっけ。嘘、私の中で当たったことがあることになってた。いいよ全然大丈夫。でも私あれなかったらもうちょっとで上がれそうだったけど大丈夫。やっほー。じゃあ次は51分12秒はちょっと急すぎる。51分12秒は急すぎますか、どう思いますか。52分の方がいいっすかね。52分3回目だったでしょ、当たったことあると思った。いや52分12秒にします。52分12秒にします。大丈夫みんな、52分12秒にしますね。
最近さ、あの七瀬ちゃんとかがさあしてる合わせ方いいなってすごい思うんですよね。あの何時から13秒合わせでみたいな、あれなんかお互いに楽そうじゃない？まあ結構たまたま当たらない人も多いかもしれないけど、あれいいなって思っていつかやろうかなと思いつつやってないけど。あと12秒、七瀬丸方式、そう七瀬ちゃんの方式いいなって思う。どうだ、お雪の時、あ幻さんまた当たった、すごい。やっぱ幻さんと私のさ時間が一緒なのかもしれない。あ、スプリングスノーさんだ。わーい。私じゃん。私じゃんっていうのも変だけど。こんにちは。なんかね、奇跡みたいに当たってる今。世界線、そうなんか時空間つながってるかもしれない、当たりすぎてこれに関しては。振り向くとそこに怖っ。みんなあれなのかも、みんなとの時空間がむしろつながってないのかも。サビだけを覚えてる。お。ないんかい、イエーイ。お昼休み終わるので、あ、頑張ってください、お仕事応援しとります。昨日はサイリンがめっちゃ当たりました。え、マジ？じゃあサイリンとその時は時空間一緒だったんだね。じゃあ次は56分12秒にします。1時来たら終わろうかな、疲れてきてしまった。あと1回で奇跡なんだけど、なかなか当たらない。なんかさ、すんごい当たる時とすんごい当たらない時の差が本当に激しい気がする。私毎回なんかすごい同じ人と当たる気がする。うわ、今回はこの人かって感じ。家近いのかな。もしかしたら家が近いのかもしれない。サイリンって立候補してる？徳島ではあるけど。顔合わせてせーのでやると当たりやすい。だよね。あ、してるんだ。サイリーも私ぐらいのタイミング、マジか。じゃあサイリーと一緒に頑張ります。日本列島でももしかしたら時差があるのかもしれない。徳島に住んでる人はもしかしたらあれかもしれない、当たりやすいのかもしれない。マジでさ、友達とさせやのでやるとさめっちゃ当たるよね。かわいいね、ありがとうございます。私さ、ちょっと待って、これ話するとあれだ。どうだ、
もうまたウェンディさんと当たったんだけど、やっぱりこれまた違うウェンディさん、いや分かんないけど、にしても今日はウェンディさんと幻さんで一生当たる日かもしれない。これまた別のウェンディさんかな。ウェンディさんさっき言ったよ、いや何回言うんだこれどうしようかな、出しちゃうかな。あ、よかった。優しい、今絶対忖度してくれたソルトさんありがとう。次は59分12秒にします。これで最後にします。59分12秒、これで一旦今日のこのお昼配信ではラストにしたいと思います。ちょっとね、配信増やせたらなとか思ってるんですけど、あんまり当てにしないでください信じないでください。私を増やしたいと思ってるということだけ伝えておきます。アハも、先月初めて100位以内に入れたから今月も入れるに、嬉しい、ありがとう。私も頑張ります、1位を目指して。先月はね、ダントツトップだったので、私もちょっとダントツトップを目指して今回はみんな手強い気がする。私ハマるとマジでずっとやっちゃうけど、でも私先月前の回の時、キョカタマの 100位に入ってました。大丈夫だったかな、これ。これは当たってない気がする。ミンチャレでランクインしたらマジですごい。いや私さ、ミンチャレさ始める前よく分かってなくてさ、ほんとたまたまだったんだけど嬉しいでした。でもミンチャレでさ、ドボン狙いすぎてさ、その日からずっとドボンを狙う癖がついちゃって、ついつい捨てれるカードも捨てないみたいな良くない習慣が。にゃーん、ドボンされちゃった。今押し力どれくらいだろう。押し力ってどこで見るんだ。 1270% 1270%。 まあ一旦これでドボン休憩タイムにします。みんなのハートもなくなっただろうし、ありがとう。達成できなかった方もちょっとまだ諦めずにぜひ一緒に頑張ってほしいなと。
すいません、どうもしました。いや全然ありがとう。10連ガチャでも引こうかな。こんにちは、ドボンタイムありがとう。こちらこそありがとう。あ、なんかすごいカードいっぱい当たって、おおお、なぎちゃん、なぎちゃんが当たった、嬉しい、かわいい。かわいい、かわいいっすな。うわ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 、このリンゴってどういうことなんだろう。遊びでガチャ引けるのずるい。そうなんです、ちょうどお仕事戻ります。ありがとうございます、お仕事頑張って。私のさ、最近のさ悩みなんだけどさ、携帯をさいじってるうちにさ、すぐこうなっていっちゃうのね。でもさ、この体勢ってさ、首にも肩にもさ、すんごい良くないじゃん。それは分かってるのよ。だからそれをさ、どうやっても気づいたらなってるからさ、気づくたびに直しをしてるんだけど、なんかみんな結構この体勢になっちゃわないっていう。首ね、大変なことになるよね、やっぱり。分かってるのよ、首が大変になることは。でも抜け出せないんだよね。おお、ユッキーナの配信を見たら音がついてた。えらいね、毎日アイドル463日もしてる。えら、仕事してきま、ファイト。コルセットを使う、確かに。これ意識的に直さんと無理だよね、マジで。なんか暗くなってきた。1時間やったら、あと6分やったら終わります。今日はね、ドーナツ食べるの、この後。うふ、楽しみ。だから食のことばっか考えてるんだよね。ユキーナのとこにコラボしようって言ってきて、いやー厳しいっすな、挙動る、どう考えても。もうさ、新メンバーって言ったらおかしいんだけど、その新しく入ってきてくれたさ子たちとさ、入った当初はすごい、入ってきてくれた当初はすごいお話ししに行ってさ、話しかけたりしてしたんだけどさ、私あの雫公演の練習とか一緒にやらなかったからさ、アイリーとかほど仲良くないんだよね。羨ましい。私もみんなといっぱいお話ししたいけどさ、でもやっぱ会わないままもう1年経っちゃったらさ、なかなか人見知りの発動どころだよね。なんだろう、仲いいんだけどみたいな、わかる？この仲いいっていうとこまで行きかけたんだけど、コロナで会わなくなったからみたいな。赤の他人ではないけどさ、まあ人見知りはするよねみたいな。そう、こんなに会わないとは思わなかったよね、あの時、年末のさ陸側の時とか思わなかった。温暖化面みたいにはいかない。そうなのよ、温暖化面はもうさ常にさいつも LINE とかしててさ、
結構さ連絡を常に取り合ってる状態、まあ常ではないけど、まあ、1ヶ月に1回とか1週間に1回とかはさ、これやばくないとか送り合えるぐらいの関係性なんですけど、そこまで構築されずにさ会わない期間こんだけ経っちゃうとさ緊張しちゃうよね。私あの4月のさコンサートの練習の時とか、コンサートっていうか舞台の時の練習の時とか大丈夫かなって思っちゃう。人見知りの発動がすごそう大丈夫かな、心配。なんかさ後輩、自分が後輩だった時はさ先輩がさなんか後輩にこう思われてたらどうしようとかさ、なんか話しかける、後輩に話しかける方が怖い的なさ話を聞いてさ、え私こちら側としては尊敬しかありませんけど、仲良くなりたいとしか思ってませんけどみたいなことをさ思ってたけどさ、いざこっちがちょっと先輩側になってみるとさ、いやちょっとこう来るのって迷惑かなとかすごい考えちゃう。先輩とかだとなんかむしろ甘えれるみたいなとこあるじゃん。なんかまあ、お願いしますみたいな感じでさ、先輩ならまだいけるけど後輩の方が意外と難しいかもしれないって思った、いざこうなるとなんかさエイトの先輩とかもさ結構さ遠慮というかさ、なんかさあしてくださってるというか、初期の頃そういうのあったというか、なんかこうあったなみたいなところが泣きにしまわらずみたいな感じで、えなんでこんな後輩になんて何でもいいじゃんって思ってたけど、むしろ後輩に対しての緊張するみたいなとこあるよねこんな話していいのか知らないけど、会社みたい。まあ、先輩後輩関係がねそこそこしっかりしてますからね、中学生にも気使う。むしろ中学生とかの方が何考えてるか分かんなくて気使っちゃうかも。まあいろいろありますね。もしもし失礼、こんなに思いっきりあくびして申し訳ないっす。終わろっか。今日はこの配信終わったら絶対に掃除を、お部屋の掃除をすると心に決めてるんです。絶対掃除する、お部屋の掃除をする。もう限界ぐらい汚い、マジで汚い。今こっちあくびしちゃったけど、もしかしてあ、そう今ちょっと映っちゃった、もうやめてよ、あくび映すのやめてよ。もう掃除をしないともうえぐい。誰なんか強盗入ったみたいな部屋してます今人間ルンバ。そう、もししなかったら、もししなかったら今日は晩ご飯抜きにする。そう、今日はもうそんなんしたら晩ご飯私は抜きにするから、しっかりね、食べなさいじゃない、しっかり多分食べる気満々じゃん、しっかり掃除をしよう、限界を超えよう。そう、頑張ってコロコロと、いやまずは物を片付けるとこから始まらなければ。やだな掃除ってめんどくさい、嫌い。掃除好きな人います？いるか、綺麗好きの人とか好きか。いや綺麗好きの人も別に好きでやってるわけじゃないか、なんかしょうがない、いや綺麗好きだからしょうがなくやってるだけ。
あ、この前のあのぐちぐち配信あったじゃないですか。あの先生の話全然大したことなくてびっくりしました。なんか全然あのどうですか、あ大丈夫ですって言って、あの論文の直しがくれて、論文の直しをくれただけでした。あんなに騒いだ私がバカでした。申し訳ございませんでした。火をつけていいね、燃やすか、もう全部すべてを燃やした方が綺麗になるんじゃないなんて極論が、うん、そう、なんか質問は特になかった。てかある程度この論文の直しされたのを見たら質問はある程度浮かんできたし、もう全然大丈夫だった。ごめんね、みんなあんなになんか大騒ぎしてさ、余裕でした。アイドルさんの部屋が汚いわけが、そうだよね、アイドルの部屋は常に綺麗だもんね。失礼、よかった。本当に散々そう重く言ってたんだけど、なんか全然大丈夫でした。先生がむしろお話のネタをっていうか、その先に言ってくれればいいのにね、あの論文のダメ出しをしますっていうのを、質問考えてきてくださいって言われたら、何こっちの質問が主体ってなるじゃんね。また文句言ってますけど、んすぐ文句言う癖やめよう。よし。すぐ文句言っちゃう。大丈夫、先生本当にありがとう。論文の直しを見て私は論文を書き直すよ。申し訳ないわ本当に。こっちの目がむくみすぎていく。あもうみんな、あ違うか、ユキってみんな言わなきゃいけない。そう、論文のその直しがある中のその直しの中でわからないところっていう話でした。はい、じゃあ終わります。私が春だけどって言ったらユキって言ってください。いきます、春だけど。あ聞こえる聞こえる。ありがとうございます。徳島と私の魅力を皆さんの元に届けに行きます。徳島県代表春本ユキです。四国メンバーで道後温泉行きたいって言ってたけど、運転免許持ってます。私運転免許持ってる。だから私がみんなを拾いますよ。車で拾いに行きます。まあ安全の保証はしませんけど。ああとさ、もう一個話したいことあった。あとあれなんだっけ、この前のアイリーの G8 配信を私見てたんですよ。ちょっと用事で全部は見えなかったんですけど、ちょっとだけね。本当は私出たかったの。そう、本当は G8 配信私出たかったんだよ。出たかったんだけど、ちょっとね用事があって個人的な用事があってちょっと出ることができなくて、でその隙間時間があったので、その時間でね見させてもらったんですけど、そう、ささめゆきよ、ささめゆきね。もう私散々劇場でいじられた覚えがあったのよ。そう、しかもなんか配信の前にアイリーにささめゆきの写真ないって言われて、リーショー着てる、えあるよっつって出したんだけど、なんか可愛いやつ出しちゃったのね。もうどうすんなら変顔したやつ出せばよかったと思って、先に言ってよってすごい思いましたね。もうどうすんならなんかもうこんな顔のやつ出したかったんだけど、ちょっとなんか普通になんか衣装、あのこの衣装が着たいですっていうやつなのかと思って、マネージャーさんとかに出すのかと思って普通の写真に出しちゃったんだけど、そう、その話ならもっと面白いの出したのにと思って、だから私ね、さあさめゆき、さあさ、さあさめゆきな、ちぎってきた風、多分ここがねめっちゃ面白いね私の。ここで爆笑発とかから散々いじられて撮ってた、劇場の時に撮ってた覚えがあったので、なんか懐かしいなってなりましたね。ここはね、ここでね向き合うのがちょっとしんどいよね、アイリーと。しかもさ、私はさ後ろ向いてるからちょっとホッとしてるのよ顔は。真剣っていうか、なんかこう、あ一旦みたいな顔してるから余計面白くなったんでしょうね。っていう話がしたかった。
だってさ、あの話した後に私のあの普通に可愛くぶった写真なんかさ載せたってさ、あれじゃん、もっと面白い写真が載せたかったですね。ということでランキングを読みたいと思います。13位羽山さん、ありがとうございます。12位ジェロさん、ありがとうございます。11位野田さん、ありがとうございます。10位ウドさん、ありがとうございます。9位まさゆきさん、ありがとうございます。8位くんくんさん、ありがとうございます。7位すえさん、ありがとうございます。6位マカロニ48ワティーズさん、ありがとうございます。5位香川県観光協会運営企画部長、なんかすごい偉い人が来てるあ、そんなこと言っちゃダメか、ありがとうございます。香川、私徳島県なんですけど香川のことも応援してます。4位梅かぼちゃさん、ありがとうございます。3位ふみさん、ありがとうございます。2位まぼろしさん、ありがとうございます。1位はなおきさんです、ありがとうございます。ワンちゃんイベント、あ、香川でイベントあったらぜひ呼んでください急にごますり。そうですね、あのどうですか、ね、そんなの呼んでくれないよね。ありがとうございますということで、またドボンやると思うので、また時間があったら配信するので、お時間があったらぜひ見に来てください。ということでありがとうございました。バイバイ。